というわけで今回も約12時間の鉄道旅行の様子をお見せするので、ぜひ最後まで見てください。動画のご視聴ありがとうございます。旅する君の男子バオシンです。この動画面白かったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。楽しかった岐阜旅行もこれで終わりです。これから東京に戻ります。というわけで高山駅到着したわけなんですけれども、宿のシャトルバスで高山駅まで送っていただいて、これから高山本線を経由して最終的に東京に帰るわけなんですが、これから乗り込む電車まだあと1時間ほどあります。今若干試案中です。昨日できなかったテイクアウトのお店行くこともできます。歩いて10分なので行ってみましょうか。なるべくやり残しはしないようにしたいので。というわけで今回も約12時間の鉄道旅行の様子をお見せするので、ぜひ最後まで見てください。それでは今回の旅も始めていきまーす。ちなみに現在地がここになります。ここをまっすぐ行くと柳橋に抜けますので、この辺りに確か牛まん本舗さんあったはずなので、そこで飛騨牛まんを買って帰りたいと思います。あとでこちらのお店でお土産も買って帰りましょう。現在ここまで来ました。あともう一つ通りを抜ければ古い町並みに到着です。あっという間に柳橋です。こう言っても結構早歩きしたんですけどね。今回はいろいろありませんけど、よかったら覚えてください。柳橋から見える筏橋と向こうの中橋見ていただいてます。別れが寂しいですね。丸ポミカンと小鯛焼きの快速ネタなので買っていきましょう。これが丸っぽみかんです。早くしないと溶けてしまうので早くいただいちゃいます。一気にいきますよ。ゆっくりお目にかかった。シャリシャリ美味しい。これで100円は安い。答えは5個で500円なんですけど、そちらの方はまた待機時間があるので、その時にレビューしたいなと思います。いただいちゃいます。早くしないと。ごちそうさまでした。美味しかったです。茶の目さんの答え焼き、もう少し時間がかかるようなので、その間に飛騨牛まんのお店行っていきたいと思います。あ、これだ、これか。いや、やっと出会ったね。君、ガイドブックで見たよ。また会おうね。まあ、三つ葉さんですね。三つ葉さんのラテアート、欲しかったですね。飛騨牛まん本舗さん、到着しました。ここの牛まん本当に美味しいらしいので、テイクアウトしていきたいと思います。行きましょう。牛まん一ついただきたいのですが、飛騨牛まん本舗さんの牛まんいただいてきました。電車の時間も気にしなきゃいけないので、これはまた後で食べたいと思います。
これが茶の目さんの名物小鯛焼き5個入りで300円です。でもここでは食べません。立ち食いをお断りしますとお店もありますけど、それ以上に早く戻らないといけないんです。10時になっちゃいます。切符を買って高山駅か、もしくはその近辺でお土産も買わなきゃいけません。急ぎます。再び高山駅戻ってまいりました。古い町並みに行って30分でリターンです。ここからすぐ向かって電車の到着に参りたいと思います。高山から通電車だけで移動した場合8360円です。ちょっと高いかもしれませんけど、
Thank you.
でございます。運行状況を確認しました。そうしましたら、まあ、一番上に表示されている時刻表、この13時24分個人行きの対火線に乗れば中津川までトントンで行けるそうです。で、中津川で待つことにはなるんですけれども、その間に簡単な観光もできそうなので、この13時24分の多治見行きの電車に乗りたいと思います。もう電車はすでに来ています。到着しました。しかしゆっくりと駅の看板とか映していられません。なぜかというと15時に長崎から15時に来るからです。急ぎます。
線14時発中津川駅行きます。次降ります。というわけで中津川駅まで来ました。中津川駅から今度は長野松本方面への鈍行の電車、なんと17時現在の時刻4時44分です。2時間待ちです。というわけでこの間にせっかく中山道馬込宿がある中津川ですから、ちょっとしたプチ観光をやってみたいと思います。そちらの動画はまた別の動画という形でねやっていきたいと思いますので、ちょっと楽しみにしていてください。